シングルの中では新しくて、とてもおすすめな、シングルになっております、ジャケットも2種類あってお好きな方を選べたりするので、ぜひ、ね、この後物販にお立ち寄りいただいて、サインとともに、CD などなど、ゲットしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。そしてなんとですね、あの戸塚塾駅前商店会さん10周年と、言ったじゃないですか。なんと私も今年、活動10周年になるんです。まさか、ありがとうございます。そうなんです。地域密着してから6年ぐらいなんですけれども、その前に、ね、東京で活動してたのも含めて、10年ということになります。その10周年のですね、ホールワンマンライブが、決まっております。11月11日日曜日、戸塚駅直結で、ね、行けます、桜プラザホールで私の10周年のスペシャルコンサートが開催されます。そうなんです。そこにちょっと、大きいポスター貼ってありますけれども、もう1ヶ月切りました。いろいろ、ね、準備も進んでいて、そしてテーマソングアルバムの最新作がこの日にリリースとなります。記念すべきことがギュッと詰まったイベントになりますので、一人でも多くの方に、足を運んでいただきたいなと思っております。400人集めることを目標に頑張っているんですけれども、ちょっと苦戦しておりまして、今、196まで行きました。拍手。200を、ね、突破できればいいなと思って、やってまいりましたので、チケットもこちらで発売中です。ぜひ足を運んでください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。というわけで、この後、同じ事務所の富岡大樹くんも2時から、ちょっと間空きますけれども、2時からね、あの富岡大樹くんも、ここで、ステージをします。富岡くんもあの CD1000 枚を、ね、お届けするという、あの去年私もやっていたあの挑戦を、今やっているので、すごく頑張っているので、ね、ぜひあの応援していただけたら嬉しいです。楽しんでいってください。そんなわけで最後の曲は、今日10周年、ダブル10周年ということで、なんかお祝いの曲をと、思ったんですけれども、10周年といっても、ね、またそこから、スタートする、わけなんですね。なので、何かを始めるときは、怖いことも多いし、この先どうなっていくのかなっていう不安もきっとねあると思うんですけど、でも仲間たちと手を取り合って、なんだろうな、好きなことを好きだと正直にね言いながら、やりたいことをこうやっていく時の、エネルギーに、そういう、ね、気持ちそのものがなるんじゃないかなと、思って作った曲をね最後に皆さんと一緒にお届けしたいなと思います。私がイエイイエイイエイと叫んだら同じことをですねぜひ、繰り返して、叫んでいただけたらなと思いますが、やってくれますか。イエーイ。そんな感じですね。はい、ぜひ、一緒に手拍子と、皆さんの声で、一緒に盛り上げていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。最後の曲は、レインツネというアルバムの中からこの曲聴いてください。ファンファーレ。手拍子でいきましょう。ありがとう。やりたいことやれているか。
10周年本当におめでとうございます。皆さんもこの後も楽しんでいってください。ありがとうございました。一つが密着だったシンガーソングライターガモさんでした。皆さん今一度大きな拍手を送りください。